相馬中村城を大手門相馬中村城内。相馬中村城は福島県相馬市中村にあった日本の城。単に中村城とも言うが、他の中村城と区別する際には相馬中村城や道の区中村城という。戦国時代から江戸時代にかけての大名、相馬市の居城の一つであり、江戸時代には藩主相馬市の中村藩の藩長であった。 馬陵城という別名を持つ。縄張りは、はしご格式の平山城である。西の阿武熊山地から伸びる、飛行15メートルほどの小丘陵に築かれた城である。南面に流れる歌川を、天然の外堀とし、この水を引いて、北面、東面に水堀が廃される。尾根続きの西面は、堀切りと切り岸で、防御されている。 国面に水堀を中心とした地形的障害を多く持ち、仮想的である伊達市を意識した構えとなっている。戦時には堀を切って、城の北側500メートル余りを一面の小宅地にすることができたとも言われる。場所としては、歌川の都下店を制圧する意味合いを持っている。中村城の歴史は古く、平安時代初期の延暦年間に、欧州人文のため坂の上の田村麻呂が最初に、 気づいたとされる。南北朝時代の1337年には、周辺を廃下とした中村長公がこの地に中村館を構えた。以後、戦国時代初期まで中村氏の支配が続いた。中村氏に代わって、相馬森次が浜通り夜の森井北に県政を振るい、1563年に、次男の相馬高種が入場した。この時期は、 相馬市と伊達市の構想が激化した戦国時代真った中であり、相馬市は本城である小高城に加えて、この中村城に城代を置いて、伊達市と睨み合った。1600年の関ヶ原の戦いから11年後の1611年、森種の孫である利種は本城を小高城から中村城に完全移転し、中村城は中村藩六万国の政府となった。 同年、ディザネは直ちに金星城郭への改修を開始し、はしご角式の城郭が完成、本丸四、ヤグラと称される、ヤグラ門形式の全門及び、カラメテ門、北隅ヤグラ、天守が設けられた。しかし、1670年には、落雷により、天守を消失したが、時の四代藩主サダタネは反省を優先し、天守再建はなされなかった。以後、これを指針として、 歴代藩主は天守を再建しなかった。1868年の母親戦争では、中村城は明治政府軍の攻撃を受けて陥落し、陥落後の中村城は明治政府軍の支配拠点となった。そして、1871年の廃藩地県によって廃城となった。相馬中村城の堀縄張りは標高23メートルの丘陵最高所に本丸を置き、北。 西、東にそれぞれ二の丸を配している。本丸の北面、西面には小規模な水堀があり、当面は二の丸との間に空堀が損する。本丸の南側10メートルほどの崖になっており、崖の直下には堀の跡が見られる。東二の丸は堀に囲まれた丸舞出しとなっている。二の丸以外には西側に妙剣グルワが市面を堀と、霧岸に囲まれた独立した車としてある。 妙剣ぐるわは,は現在相馬妙剣社の社殿となっている。石垣は高さにから3メートルほどのものが本丸の周囲をめぐっており、天馬がない独特の形式から八巻石垣と呼ばれている。それ以外では門の周囲に小規模な石垣が見られるほかはほとんどが土の城である。大小の土類のほか西にの丸跡や蓮池脇に土類の増型古行が確認できる。 また、妙見者の北側と東側には大きな空堀が現存している。比較的小さな土の城でありながら効率よく車が配置された城である。城下町は城の東に発達、城下町特有のクランク状の道割りが多く残る。現在は馬陵公園として大手門、石垣、土塁、堀が現存している。公園内には神を祀る相馬中村神社があり、 旧相馬資料で毎年7月23日から3日間続けて行われる相馬や馬追いの最上地の一つである。また、本丸には母親戦争終結直後の明治初年に肝心された相馬神社がある。ありがとうございます。